2023年5月世界遺産姫路城。そこに現れたのは平成中村座。江戸の芝居小屋の雰囲気を現代に蘇らせた中村勘三郎の考案した歌舞伎専用の仮設劇場。平成中村座の前には30軒の長屋が立ち並び、江戸の伝統的な品や姫路の名物がお客を楽しませています。そして劇場内、歌舞伎のラストシーンでは姫路城を借景に他では見られない場面が。美しいお城だこと。さすがは日本が誇る宝の白鷺城じゃ。中村屋は平成中村座をはじめさまざまな挑戦を続けてきました。18代目中村勘三郎は1959年3歳で初舞台、桃太郎の役を務めました。5代目中村勘九郎の誕生です。1987年は中村屋にとって節目となる大切な年でした。こちらは父17代目中村勘三郎、そして18代目息子の勘太郎、七之助の4人で行われたお練り。おめでたい公演を控えて行われたものです。2人の息子もまた初舞台で桃太郎を務めたのです。七之助、ご挨拶を。中村屋は積極的に野外公演を行ってきました。1996年には鹿児島県硫黄島で春館を、1997年は厳島神社で、これは厳島神社が世界遺産に登録されたことを記念して行われました。数をやっとかないと、やっとかないと、あれをだから2杯入れてもらうことないと、ちょっと整えないと。そうですね、ただ随分ありますからね、大きがね。境内に舞台と客席を設けました。勘太郎と七之助も出演。まずは勘太郎による舞踊乱れ。そして勘三郎と七之助による連獅子です。屋外での連獅子は中村屋の代名詞ともなり、2001年には九十九里浜でも披露されました。さらに中村屋にとってライフワークともいえるものがあります。移動式仮設劇場、平成中村座での公演です。平成中村座は勘三郎のアイデアを実現したもの。江戸時代にあった芝居小屋中村座を現代に再現しました。2000年東京浅草で初めて平成中村座公演が開催。上演された崩壊坊も大きな話題となりました。翌年の公演は義経千本桜を、
初めての大阪公演。2003年は平成中村座3度目の浅草公演、浅草寺の境内に建てられました。昼の部は鏡山五日の岩藤です。見せ場は亡霊となった主人公が宙を舞うシーン。従来なら天井から吊るされるところをクレーンに乗って登場しました。カーテンコールで勘三郎が語ったこと、それは平成中村座への思いでした。私の夢がこうして、叶えさせていただいて、しかも本当に毎日お客様に助けられて、優しい顔で見てくれて本当に役者やっててよかったと本当に思います。ありがとうございます。これは日本全国にこう移動していくなんて、まあ夢でございます。いろいろ夢が膨らんでしまいました。これからも中村さんも歌舞伎さんも、歌舞伎をよろしくお願いいたします。2004年ニューヨーク、ブロードウェイを要するこの演劇の街で平成中村座公演が行われました。演目は夏祭りなにわ鏡です。芝居は江戸時代から現代のニューヨークにタイムスリップするというシーンで終わります。夏のアクション映画の対抗馬になろうなどとは誰が想像したんだ。中村さんがスパイダーマン2に ないスリルを与えてくれる。もうね、僕本当にいつもね、あの劇を気にしないんですけどね、ニューヨークタイムズは気にしたね。中村勘三郎を18代目として襲名させていただく。さらに翌2006年には各地の古き芝居小屋へ赴き、勘三郎襲名披露を行ったのです。まず訪れたのが秋田県の後楽館です。全然、ああ、やっぱりね、はい、あ、いいね、こりゃいいや。全国に残る芝居小屋を巡る旅の始まりです。いつもはその歌舞伎座なら歌舞伎座に来てもらうっていうことでしょ。今度は出かけさせてもらうっていう気持ちだよね。だ、出前と言ったら変だけど、うん、あの、おい見に来いよじゃなくて、見てくださいよっていう、あなたの街に参りますっていう、それの連続かな。なんかこの文化財でしょ。で、文化財で配管料取って見せてる。
それはそれで素晴らしいんだけど、やっぱり神様が作って魂入れずってのあるんじゃない、うん、そこで芝居をさせてもらうことによって、この素晴らしい劇場に、さつたない芸だけども、あの生きてるものが入るでしょ、うん、汗とか、まあ言ってみれば唾とか涙とか、お客さんが入るでしょ、そういう土地土地というところ、まだまだ行かないところいっぱいあるわけでしょ、だからそんなところもなかなか難しいんですけどね、まあ、だから今度はそういう時ですよ。襲名巡業後半、紙切りおばあちゃんや高校生との出会い旅。